レクイエムは、ポーランドの作曲家、ヤン・ポガニーによるレクイエムである。ポーランド空軍マイナスす154墜落事故で、死亡したポーランド大統領のレフ・カチンスキ夫妻を、はじめ、同国の政府と軍の要人を含む、乗員乗客96名を追悼する目的のために、作曲された。2010年4月10日、カティンの森事件70周年追悼式典に、出席する。 ポーランド共和国政府法問題を乗せた、ポーランド空軍マイナスす154がスモレンスク、北飛行場への着陸侵入中に墜落、ポーランド大統領のレフカチンスキ夫妻をはじめ、同国の政府と軍の要人を含む、乗員乗客96名全員が死亡するという大事故となり、ポーランド国内外に大きなショックを与えた。その追悼の意図カティンの森事件の背景も考慮し、 作曲された、この作品ではあるが、悲しみを乗り越え、そこから学び、希望を持って、生きようという、残された人々へのメッセージも込められている。初演は、墜落事故の一周期直前の2011年4月8日に、ポーランドブロツワフ放送局大ホールに行われた。指揮を務めた、佐伯康則率いる日本、広島、大阪からの合唱団も参加し、 現地の演奏者と共演した。翌日は、ブローツはフ郊外ジェク市の大聖堂にて追悼ミサが、挙行され、その式典にて作曲家本人による式で演奏された。当時、予期せぬ、東日本大震災のショックで、全世界が動揺する中の初演となり、演奏会では作曲家本人より聴衆へ、このレクイエムが、ポーランド前大統領を追悼のみならず、 東日本大震災被災者に捧げられることが伝えられた。ポーランドの TV 曲テリー・ウィズヤとレワムにより収録された演奏は現在もなおポーランド国内及び北米にて再放送されている。テキストはレクイエムを参照。第2、9、16曲はポーランド出身の詩人マグダレーナ・ガウアーの作品を挿入している。自筆譜には以下のような 作曲家自らの検定の言葉が添えられている。私のレクイエムは希望に満たされ、決して悲しみに泣き果てるものではない。人はいつしか時の鍵によって封じられその生涯を終える。しかしそれは永久への前奏だということでもあるのだ。ヤンポガニー。ありがとうございます。